2015年11月27日、AFP 通信は、日本メディアの報道を引用し、福井県沖で、24日、不審な木造船が見つかり、船内から、3人の遺体が見つかるなど、日本海側で、不審な船の漂流が相次いでいると報じた。福井県沖で見つかった国籍不明の木造船は、24日に、敦賀海上保安部により、引き上げ作業が行われた。船内から3人の遺体が見つかっており、一部が白骨化しているなど腐敗が進んでいた。日本海側では、先月から今月にかけて、複数の不審な船が遺体と共に見つかり、海上保安部が調査している。この報道に、米国のネットユーザーからは、北朝鮮の指導者の元から逃げようとした人たちかもしれない。ホラー映画かホラー小説で描かれていそうな悪夢のような出来事だ。羅針盤を持たずに出発してしまった難民だろう。もしかしたら水槽のつもりだったのかもしれない。といったコメントが寄せられていた。